大阪食べ歩き丸一日大阪観光の日を設けておりましたので、今日は食べ歩きと観光スポット行ったりしたいと思います。ちょっと雨が気になりますけど。今日だけ雨。3日前から関西の方に来ておりまして、最初に神戸に着いたんですけど、大阪の梅田駅の蔦屋書店でトークイベントのためにこっちに来てました。ありがとうございます。ありがとうございます。最高のイベントになりました。楽しかったね。めっちゃ楽しかった、トークイベント始まります。大阪にまた来れましたね。なんか分かんなくなって緊張して分かりました。大丈夫。あと3分ぐらいギルギルしてきた。今日は大丈夫なの？ピーシャラ30分前済みでございます。すっきりしております。あんた何なの？それ半ズボンでしょ。何なのそれ？履いてますよ。半ズボンでしょ。トークイベントだよ。いいっしょ半ズボン。別に清掃剣のちゃんとした短パン買いました、この日のために。勝俣さんみたいな短パンが清掃。そうそうそう、緊張するね。楽しみましょう。楽しみましょう。来てくれる皆さんありがとうございます。ありがとうございます。楽しみましょう。昨日一昨日で無事イベントが終わりまして、今日一日なんか片付けとかで開けといた方がいいねって言って開けてたんだけど、結局片付けは昨日終わってそう、すぐイベントの後に、まあ、夜ね終わらせることができたので、今日開いたんだよね。そうそうそう。大好きな大阪をちょっと満喫します。いやユニバも行きたかったんだけど今回は断念しました。ユニバね。ユニバ。ユニバ。今日のラインナップはどんな感じ？たこ焼きとりあえず3軒回りたいなと思っててバナかクックルクルじゃん。クルルだっけ？クルじゃん。山ちゃんかな？かな？その3店舗は行こうかなと思ってます。あ、お初天神通り。全然違うところに来てた。これどこなの？違うところに来てたんで、ね、天神商店街みたいなところに来て、ここに真ん中があると思って来たら何かを見間違えてここにはなかったので、はい、梅田駅に行ってククルと山ちゃんを食べる。はい、真ん中はなんか近くにない。ちょっと一旦諦め、はい、この時代に迷うって言ってる。腹減ってるみたいです。朝から何も食べてません。家給ありました。阿部のたこ焼き山ちゃん。合ってるよね。これだよね。これだよね。うん。多分。ミシュランガイド3年連続掲載だった。焼きそばも食べたい。お腹空いた。ダメだよね。だってはしごできなくなる。いやそうだね。わなかも食べたいし。とりあえず6個入りとかにしようよ。どうした。何もつけないで食べるのがベストって書いてた。たこ焼きプレーンみたいな。何もついてない。本当だ。初めてじゃない、本格的なたこ焼き食べるの。来ました、何もついてないたこ焼き。塩はかかってる。塩かかってるって言ってた。多分ない。あ、本当だ、かかってる。え、これがベストの食べ方。あ、そうですね、ベストで何もつけない。味付けの方の欄がありまして、それでベストが何もつけない、はい。お兄さんもこれが一番好き。これやと素材の味が楽しめる。ほんまかほんまかいな。あ、ちょっと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 、あー、裏側行ったな。口の中やっちゃった。熱いんだ。トロトロ味ついてんの？塩ついてる。めっちゃ熱すぎてめちゃくちゃうまそうなのよ。トロトロ。これは初。カニクリームコロッケみたいな味。キヨシ師匠の顔になってんだけど。これがたこ焼きなの。いただきます。めっちゃ熱いからね。うまい。だしめっちゃ効いてんじゃん。めちゃくちゃうまいじゃん。何もつけなくても美味しい。とろっとろ。ひぬまさんからたくさん大阪のおすすめいただいてまして、まあ、人気なところをピックアップしてできるだけ行こうかなと思ってるんですけど、やっぱベストがいいんだ。ベスト美味しかった。じゃあちょっとククル行ってみる。一旦
ラーメンとか食べたいんだけど。ラーメン食べたら多分たこ焼き食べれなくなる。食べれる。食べれる。もう一軒たこ焼き食べようかって言ってたんだけど、なんと551の豚まん空いてる。こんなことあるんだ。ねえ、この間行列だった。めっちゃ人気のやつでしょ。今日は食べ歩き10軒はしご目指しておりまして今2軒目、551豚まん、うん、肉汁とか結構出てくる感じ、うん、ぎっしり入ってる。すごいね。いただきます。うまい。うまい。神戸のやつどっちうまい？どっちもよ。これめっちゃしっかりでかいもん。しっかりしてる。確かに。もうそれだけでお腹いっぱいに なりそうだ。やばいわ。うん。うまいうまいうまい。ジューシー。うん。なんか普段豚まん食べ慣れてないから比較するものがない。うまい。うまい。うん。セブンとかにもあるっけ豚まんって。あるあるある。あれしか食べたことない。うん。皮がもちもちしてうまいわ。からしつけたら美味しい。うん、うん、からしいいね。うんうん。狙ってんな。ケンに会いに来たのかい。ケンに会いに来たの。大丸梅田店地下2階。クックル。クックル。あったあった。あ、めっちゃ見たことある。あそこにもあるよね。難波の一番有名な道。 あったかも。食い倒れとかあるとこに。うんうんうん。あ、道頓堀の味って書いてる。そう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 、うん、かわいいね、なんか、うん、ご丁寧に、大きいに、大きいに。中身とろーり、やっぱりとろーりなんだ。まあ、言うて大して変わらんとちゃいます。たこ焼きなんて。え、待って待って、もう持った時から違う。これなんかボッテボテなんだけど。うまいの。うまい。そんなにトロトロしてない。してる。師匠。本当だ、持った時から全然でしょ。持てない。危ない危ない。こんなの食べたことない。うん、ふわふわ、ほろほろ、うまっ。あ、クックルはタコちゃんといる。うん、山ちゃんはタコいなかった。もうおいしいじゃん。めちゃくちゃうまい。めちゃうまい。好き。暫定1位。うん、もう飲みたいね。今普段飲もうと思ったんだけど席空いてなくて。うん、クックル、わなかが天満にあるんだよね。天満の方行ってみる。関西に来て日傘デビューを果たしました。みんな持ってるって言ってたね、関西の人。ねえ、持ってる方どのぐらいいますかって聞いたらほぼ全員手挙げです。私初めて日傘買いましたって言ったらみんな引いてたよ。女性は当たり前なのかな。いや、こっちにいたら刺さないと本当にやばいと思う。いや、無難ですな。あんたおもろないな。皆さんから行った方がいいよと言われた場所第1位、はい、天満の実。確かに梅田の実と難波の実しかしたことがなかったので、はい、去年鶴橋、あ、福島か。あ、福島行ったね。動画撮ってなかったんだけど実は行ったんだよね、うん、大阪人は二十歳になるとまず天満に飲みに来るそうですってコメントに書いてありました、うん、で実は昨日イベント終わってなんか打ち上げで来たんだよ。来たんだよね、うん、夜の雰囲気すげえ良かったね、うん、ただすぐ帰ったので、うん、今日はじっくりもう一回楽しもうかと思って、はい、リピート。梅田スカイビル行こうと思ったんだけど、空中庭園行こうと思ったんだけど雨が結構強くなってきたので、うん、厳しそう。明日行けたら行こうか。明日3時ぐらいの飛行機なのでその前にね、うん、行けたら。あと大阪城と通天閣も行きたかったんだけどちょっと雨がひどいのでもう飲みます。すごい日円で。本当に大丈夫。でも全部安いよね。ハイボール69円とかあって行ってみましょう。行きましょう。何食べたい？なんか一回さっぱりしたもの挟みたいんだけど。うん。暑い。暑すぎる。バテ始めました。まだたこ焼きと豚まんしか食べてない。なんかね、良さそうな店発見。
とりあえずここ入ってみようか。入ってみよう。めちゃくちゃうまそうなのある。ハラミポン酢とじゃあすり皮ネギ塩レモンですね。すり皮ネギ塩レモンとハラミポン酢。さっきの生のやつ買った刺身。鶏刺し。アラ名物だって。皮の熟成カレー焼き。ブランキーの桃焼き。イベントお疲れ。お疲れ。たこ焼き、たこ焼き、豚まんって結構ずっしりきたね。うん、いい。一回さっぱりきた。今日10軒行かなきゃいけないから、うん、今これで、まあ、でも4軒目か。あ、いい、いいペースじゃない。うん、生の肉食べたい。あのまの肉1個鶏刺し。わー、すっちゃげ。なんかテンション上がってますね。20分以内に食べないといけないから。限定10食だよ。そうそうそう、なかなか取れないんだって。溶けた。あ、4件目終了。4だわ、まだ4だわ。何ですか。あ、発表は99円。安っ。お、安い。わ、雨が結構ひどいですな。うん、昼間さんおすすめの串トラ。串トラって読むのかなっていう串カツ屋に行こうと思ったんだけど。あ、あれかな。あ、あった。あれちゃうか。ディープですね。ディープですね。昔ながら系の全品1本120円。やってる。やってる。うん、いいです。このようなラインナップ、何がいいんだろうね。牛とか。あ、エビ、エビ、エビ食べたい。エビ食べたいね。あれ生姜が有名なんだっけ。紅生姜、うん、ないかも、うん、とりあえずお任せ6本と、エビが一番好きなんでエビ追加。うまっ。うまっ。すいません、エビもう一本追加でもいいですか。はい、超うまい。これいくら。あ、一本120円。すごい、なんかサクサク。うん、これ牛肉かな。マジマジマジ。牛肉うまい。順調じゃん。いけるぞ、これは。いけるぞ。休みだけど大丈夫か。春子も休む。本当に。フィルマーさんにおすすめしてもらったお寿司屋さん、春駒。お盆休み、それ奥にね本店があるから、ちょっと本店も見に行ってみようか。休みじゃないの、同じなんだから。やってませんね。じゃあ穴場行こうか。穴場。満席。地元の人なのかな、教えてくれて。反対側に最近できたおしゃれ風なお寿司屋さんもありますよと教えてくれました。
県食べるヤリイカ。ヤリイカ食べたい。本マグロとヒラメ。小さくて可愛いな。ね、一口サイズ、ね。赤だしの味噌汁も頼みました。醤油ついてるんだね。見れたみたいな。昔のちゃんと歌える。80分まさか安っ。この間も俺無理やな。280円、めちゃくちゃ安い。マグロこれ3回目 ?4 回目1人4貫ずつ食べてる。マグロうまい。いやよかった。今6軒行きましたけどまだ1万円いってないですね。2人で今のお店が3000円かな。まあ、たこ焼き屋さんとかも入ってるからあれだけど、にしても安い。安すぎる。やっぱ夜になるとディープになってきましたね。昼とはちょっと違う雰囲気、激しくなってきて怖いね。今のところ何が印象的？クルルのたこ焼き。クルルのたこ焼きが一番印象的。美味しかったねあれね、あんなの食べたことない。銀だこしか食べたことなかったから。山ちゃんの素材感もめちゃくちゃ良かったけど、芸人さんとかいないかね。すごい探すよね。あ、罠買った。ここが南森町に続くんだ。え、並んでないじゃん罠か。やっと。レモンサワーセットで650。たこ焼き付き。たこ焼き何個？4個。やばいじゃん。レモンサワーだけで650円でもいいぐらいだよね。これマジでお金かかんないよ。大阪に住みたくなってきた。めっちゃお金貯まれそうじゃない。大都市なのにさ、物価が安すぎる。でかい。でかいね。暑そう。トロトロ？トロトロ。クックル？クックル。ご飯がトロトロな気もする。これが一番トロトロって言ってなかった。ヒノマさん。山ちゃんが一番トロトロだったような気がするんだけど。トロトロ加減は。嘘。一番最初のあのマジ？うん。じゃあケイトはククル派ってことで大丈夫。シマウマに見えてきた。シマウマがなんか草食ってる。長いですね感想まで。俺食べた人めっちゃトロットロだったな。クックルと同じ。ソースの酸味がちょっとあるような気がする。ソースの違いまで分かってきましたか。ちょっと酸味がある。美味しい。全部美味しい。なんか草食ってる猿に見えてきた。うせえ。猿草食わなくて。マナカのね、粉を買った。これ粉。粉だけ買えるんだね。ねえ。お店で。キャンプでやろうよ。うん。日沼さんにね、たこ焼きを入れるなんか紙の機能、たこ焼きのこういうお皿みたいな使い捨てのあれプレゼントでもらったから、お好み焼きのヘラももらったね。あ、そうそうそう、うんうんうん、それでこれでちょっとやってみます。キャンプでやろうと思って買いました。テーマはこれにて終了です。一旦ちょっと銭湯を挟みまして、う、うん、まだね6時なんだよね。だからこの浪速の湯行ってお風呂入って、うん、でその後にサシス行ってうどんで締めるみたいな。お風呂も件数に入れていいことにしてるんで、うん、あれこれ 7？ これ7だよ。ほらやばい、来た。え、初めてじゃない。有言実行。いつも目標5じゃん。目標5 10。まあちょっとあれだけど、たこ焼きを1とかには入れてるけど。そうだね、初めて行けるかも。問題発生しまして、一旦ホテルに帰ってきました。忘れてた。洗濯機を回して、うん、まあ、その後乾燥機を回していたことを忘れておりまして、はい、早く取り込まないといけないってことで一旦ホテルに戻ってしまった。サクッ と畳んで戻ります。うにー、あれ、あ、ベッドメイキングでそっちに追いやられたか。初日はこういう風になってたの、うん、で2日目はねこうなってて、で3日目は今こうだった。まあまあ、いや、もっと壁に、うん、悩み抱えてそうな感じだったよ。でかっ。これが噂の何話の自慢、何話の言う、大阪の自慢じゃなくて
坂と何は一緒やろ。なんか日沼さんおすすめで、まあ、でっかいスーパー銭湯みたいな感じなのかな。畳の上でリラックスできるスペースとかあるんだって。広そうやな。さすがにそろそろ湯船に浸からないと具合悪くなってきそうなので、うん、湯船に浸かります。本当にうちらお風呂ないと生きていけないね。一回リセットだ。でそっからまたうどん食いに行くと。サシス。サシスって寿司？また寿司？こんな綺麗なんだ。すげえ広い。新しい。混んでそう。バスタオル高。ミニタオル4枚にしよう。ああ、そうしようか。ケチ臭いですね。いや。6出たら6個もらえるわけ。すごい。悔しい。ありがとうございます。1はなかなかの確率だね。じゃあ。うん。じゃあ、ゆっくり。あ、ちょっとタオルもらっていい？はい、今回の大阪旅から洗面セットはこれになったな。大阪でこれ出すのはちょっと恥ずかしいかもね。あんた9時半に集合って言ってたのに今何分さ。何してんの。壊れてた女風呂の時計。嘘つけ。まだ20分過ぎてるよ。壊れてた。どうだった。1出ました。1だった。知ってしまった。え、畳だわ。さっき日沼さんからインスタで DM 来てたんだけど、トドスペースって言うらしい。トドになったの。みんなトドみたいな。3回トドになった。3回トドになった。トド乗った。ったコールマンの椅子よりさ畳じゃない。初めて畳に寝てみて畳が一番だった。いや俺畳ね行かなかったね。え、なんで苦手だった。いやなんか角度ちょっとついてた方が気持ちいいかなと思って。あーやってるね。やっちゃったね。やばいよ。トドスペースに普通に寝て膝を曲げるのが一番最強だと思う。あ、膝曲げて。へえ、850円だよね。意味がわからないと。住むわ。東京だったら多分2700円ぐらいすると思う。サウナスより高いと思う。え、マジ？江戸湯よりも高いし。ああ、高いね。外のスペース広すぎだもん。うん、トドスペースに、あれ何人寝れる？ちょ、トドスペースも説明してけん。トドスペースはなんか L 字になってんねんね。材質は畳だよね。畳、うんうん、畳がめっちゃ広くあって、謎に、露天に、うん。そこにゴロンって寝て、整えるの。しかも屋根ついてるんですよ。そう今日雨降ってたんだけど雨当たんない。そう、天才だよね。あれいいわ。びっくりした、初めて見た。素晴らしい。畳整えは。ここ作った人天才だもん。調べるか誰が作ったか。いや1位だ。1位、ダントツ1位。え、全国で。全国で1位かもしれない。鹿の湯より。じゃあこっからあと4軒ぐらい行っちゃうか。完全にリセットされてるよ。ゼロ、今9時半。え、ってか目標10だったじゃん。余裕だよ。余裕、あと2件でしょ、うん、まだやってるとこあんのかな。もうラストオーダー終わってるかも。全部10件いけないかも。終わってました。終わってた。サシス、キヌマさんに教えてもらったけどもう終わっちゃいました。悔しい。お風呂入って完全にリセットされたのでテンションが上がりまして、ここからあと2軒行くぞと張り切って梅田の第3ビルに来ましたが、お店が23時までなようでもう終わってましたので、ほぼ閉まっていて、ちょっと今ねホテルの近く北新地の方に行ったらやってるところが結構ありそうなので行きたいと思います。こんなに行けるの大阪パワーだね。うちらすすきのだったら2軒ぐらいでもう眠いのにさ。うん、確かに福岡でもさ、こんなに行けなかったよね。ちょこちょこ飲み楽しいな。てか安いからなんか罪悪感がない、うん、すごいいろいろ悩んだんですけど、ホテルの裏にあった曽根崎ホルモン、うん、せっかくお風呂に入ったのにって感じなんですけど、すごい評価いい。 Google 評価 4.1。 これしかないな、うん、これしかないです。もういいわ、もう一回風呂入ろう。そんな食べてないか。大阪調子いい。豚まんが一番重かった。豚まんが一番重い。
9軒目ですね。乾杯。ありがとうございます。大阪めっちゃ安いからさ、お金使わないなと思ったんだけど、今日もさ、こんな9軒も行っててまだ1万円ぐらいでしょ、多分。そんぐらいだね。お金使わないなと思ったんだけど、多分、毎日飲みに行っちゃうと思う。地元の人行くようなところ、もっと安いんじゃん。どっさり。ネギ3年ぐらい使ってない、これだけ。ホルモンだけかと思いきや、牛タンも普通に頼んじゃった。でも美味しいらしいからね。いろんな見たことない種類のホルモンが。蜂の巣、それは。蜂の巣。じゃあ赤千々米蜂の巣。ハツ。あ、ハツこれじゃない。うん。へー。お風呂上がりの牛タン。うまい。おいしいです。ありがとうございます。雨、あ、降ってきました。ケンが人生初の蜂の巣を食べます。牛タン、うまっ。ちょっと見た目蜂の巣だね。怖い。柔らかい。柔らかい。結構淡泊。へえ。おいしい、おいしい。これ食べて。うまいっしょ。これ絶対うまいじゃん。うまい。一軒目じゃないよね。もう一軒目に戻ったね。蜂の巣どう？好き。好き？蜂の巣好き。本当？うま。蜂は安定。北の中華そばのラーメン、Google 評価がめっちゃ良かった。カスうどんよりも。北の、美味しい。あ、おいしい。明日行きます。はい。ファイヤー、でも2人。うん、俺もそれ。店の雰囲気もめちゃくちゃいいね。腹ペコなんだけど。めっちゃ好きなタイプ。見るからに好み。マジうまそうなんだけど。うまい。思った。めっちゃまろやか。カツオの風味がすごい、カツオだよね。黒くないね。罪悪感ゼロ。もう素材悪いも使ってない感じする。オーガニックみたいな感じ。使ってなさそう。使ってなさそうだね。こりゃいいわ。よかったね、黒くな、ないくて。うますぎ。帰ってきました、ホテルに。まさか10軒行けるとは。達成しましたね、はい、目標。素晴らしい。どうだった大阪？ 1? 何やねん。いいって。いい。にも。じゃあ本日の総括をお願いします。計25年という。たこ焼きに感動したね、まず。ちゃんと大阪のたこ焼きを食べたことなかったから、こんなにトロトロで美味しいんだなって実感しました。粉買って自分で同じくできるのか楽しみだね。うん。鶏刺しも美味しかったし、何より安いんだよね。うん。だから罪悪感がないの。うん。まあ、安かったからいいかみたいな。うん。あとなんか、あ、ここなんか思ってた感じと違うってなっても出ればいいしね。そうだね、うん、あ、出るっていうか、まあ確かに一杯ぐらい飲んで。うん。まあそういう店はなかったけど、うん、ないけど、うん、なんか気楽に入れるよね。うん。その歩いてて一杯でもどうですかみたいな、お腹いっぱいでも入っていいですよみたいな、うん、言ってくれるお姉さんとかいてさ、うん、札幌だとさ立ち飲みとかもあんまないじゃん。行ったことない俺ね、うん、ないし、その気軽に一杯でもみたいなのもあんまなくて、うん、まあ、結構1軒行ったら2時間はいる感じのお店が多いから、なんかそこもすごい違うなって。確かに、うん、1杯だけ飲んで次
行っていいような店がそんなになんか見当たらない。うん、たぬき小道とかは。ああまあね、それはね、うん、でもああいうとこぐらい。たぬき小道さめっちゃ好きじゃん。それはあれなのかな、ちょっと大阪っぽい感じがあるからなのかな、うん、はしごしたいんだよね。はしごが結構好きなんだ、うん、なんかさ何軒も行くとさ、うん、毎回のビールがさ一杯目のビールぐらいのなんか幸せに感じない、うん、不思議なことになんかリセットされんのかね。そうそうそう、うん、10軒目でもビールがうまいという現象が起きました。いや美味しかった、まあ、全然飲んでないけどね、その量にしたらさ10軒中3軒たこ焼きだし。そうだね確かにあの大阪すごく楽しくて、なにわの湯もめちゃくちゃ良かった。なにわの湯は最高でした、うん、最高1位。次から来たら毎回ここに来ます。冬のなにわの湯を見てみたい、うんうん、寒い時期の。なんか大阪はこんなに都会で派手なのに街が綺麗で、うん、街綺麗だった、ね、うん、あのビルも新しいのが多くてライティングがなんかいい感じでさ、エモいキラキラしてて、うん、歩いてるだけで楽しいし、なんかこんな私たち最近こんな遅くまで飲むことないのにテンション上がっちゃうぐらいやっぱり相性がいい、相性いいです、はい、感じがしたので、うん、また来ます、はい、関西の方いろいろおすすめを教えていただきありがとうございました。そしてイベントありがとうございました。ありがとうございました、うん、こんなベッド上ベッド上でのお礼になって申し訳ございませんまた来ます。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。うん、なんでね。明日梅田スカイビル行きたい。でも明日も雨なんだよ。何話の湯でもいいな。これかい。いい竹。みんなのおすすめ梅田スカイビル空中庭園、飛行機乗る前にサクッと。剣の方向みたいなんだ。わっ、いや綺麗。確かに夜良さそうだね。いや夜めっちゃいいっぽいね。行きたいな。こんなに人が住んでるんですね。ちっぽけですね。ちっぽけに思えますね、自分がこんなにビルがあったら。一粒小粒ですね一粒小粒というのはですね、私たちの友達の名言でして、自分はたった一つの小さい粒だと過ぎないと、自分はまだまだちっぽけだからここからでかくなってやろうっていうきっかけの話だと思います。眩しすぎて五木ひろしみたいな顔になってるフ